えー、福岡の怒りかっこ女、被害者がの3男5歳、男女赤堀、かっこ女容疑者、ママ友に洗脳されて餓死させてしまう事件がありました。人としては学びを知らないといけないと思うけど、知りすぎると搾取される、どうしたらよかったのでしょうか、このような悲しい事件が起こってしまうので、人には頭を良くなってほしいです。あれでしたっけ、なんかあの子どもの食べ物をあんまり食わせないようにして餓死させちゃったってやつですよね、そうなんか自分に貢がせるために、その食費まで削らせたみたいなやつで。 であれも洗脳ですよね。で結構そのあの人って簡単に洗脳されちゃうんですよね、要はその洗脳されるタイプの人ってそのあの宗教だったりとか DV の被害者になったりとかっていうので割とそと洗脳されがちだったりするのでそういうタイプの人ってあのもう何言っても無理なんですよね。要はそのあのいい子ほどあの人の喜ぶことをしなさいとかその人を怒らせてはいけませんみたいなのを真に受けちゃうんですよ。 で人を怒らせてはいけませんって悪いやつがじゃあ怒って言ってきたらそれ全部従うってことになっちゃうんですよね。だか,なんかあのお金くれよお金くれないと怒るぞって言ったらじゃあお金あげますみたいになっちゃうんですよね。なのでその人を怒らせてはいけませんとかその人に親切にしなきゃいけませんってあの相手も親切であるとか相手がいい人であるという前提でそうじゃない人に対しては冷たく当たるべきであるっていう現実を結構教えなかったりするんですよね日本の道徳って。 きれい事の道徳の場合ってなんかあのみんながいい人だからあのなんか人を疑うみたいなことは良くないみたいなこと言うんですけどあの残念ながら世の中って悪いやついるんですよ。なのであの悪いやつがいるという前提で悪いやつには騙されない方がいいねとただ相手がいい人だったら自分もちゃんと親切で返そうねとか相手が困ってるんだったらちゃんと手助けするべきだしあの相手がいい人だったらその怒らせたらごめんなさいって言って謝るべきだよねっていうのがあると思うんですけど、まあ、ただあの僕ルールとして。 あのどんな時でも友達だったら相手が怒った時にはお金を払わないっていうのがあるんですよ。その要は知り合いとかでそのなんかじゃあ僕がなんかじゃあ遅刻をしましたとかじゃあなんか物壊しましたとかってどんだけ悪くても僕お金は絶対払わないっていうルールにしてるんですよ。あの他人だったら別にもう縁も機能で金払ってあすいませんでしたって終わりにしますけどあの知り合いとか友達である限り関係性は続くのでその。 なんだなそのお金を払ってしまうとその被害ががあるっって言った人の方絶例えばじゃあその遅刻をしましたとかあともしかしたら言葉遣いが悪くてちょっと気分が悪くなりましたみたいなのもあるわけじゃないですかそのなんかあのデブって言われてムカついたみたいなでもそのなんかデブって言われてムカついたとかでお金を払ってると要はムカついた人の方がお金がもらえるっていうので我慢をしない人ほど得をする関係性になっちゃうんですよね。で長期的に人間関係を まあののその重ねていく上で必ずやっぱなんかすれ違いとかトラブルとか思い違いとかってあるんですけどその時にあの俺傷ついただからお前が悪いっていうのが通ってしまうとあの要は我慢をしないで文句を言ってる人だけが得しちゃうのでそういう関係性って長く続かないと思うんですよねなのであの僕が悪いと思った時はあのすげえ口先では超謝るんですけどあの金出すとか絶対やんないっていうルールにしてるんですよ。 もしそのなんか友達で金を出せって言われるとあじゃあもう友達を辞めるということであればっていう話をして余計嫌がられるっていうのをやったりしますか、ね